森、東浜からホームラン。ホームラン来た。昨日のお返し来た。やった。あー、つけるでいけるで。森さんさすがです。完璧すぎる流れ。今日も大谷さんとホームラン争いするオリックス。福田のガッツが呼び起こしたよ。毎回大谷の HR 数に並ぶの草。今日も大谷が打ったからね。さすがや太田様。3連打でもう2点取ってるなんてホームラン様様やな。オケオケ。2勝はしないと上目させないところで2連敗してしまってるけど、それでも1つでも勝っていくしかない。3連覇してもうたけど、やっぱり実態は発展途上のチームやな。むしろこれからが楽しみやで。お情けで東浜を出したような気もするがよし。和田も打てない折り打線だから和田で3立ても可能だったのでは。小久保監督も今年は今のところできすぎでしょう。来年以降どうなるかよ。エースで負けるのが一番悪いからな。東は待ってる。ピンヤーにバルに京セラで満塁ホームラン食らってから京セラトラウマなんか。でも2点じゃ不安だからあと3点は取ってくれ。宮城がどこまで投げられるかわからないから10点くらい取って。ご視聴ありがとうございました。